白石東海山古墳は、群馬県藤岡市白石にある古墳。形状は、前方公園墳。白石古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。かぶ川と愛川の合流地点の南方 1.5km の、丘陵性大地上、標高 120m の地点に立地する。すぐ北には12点塚、北古墳が並ぶ。周校は、 北と南で大地を切断する形で確認され、西側は自然の谷を利用し、東側は崖となっている。噴球は基本的には三段築成であり、首れ部は狭く途中からバチ型に開く。吹石は公園部では二段目と三段目に、前方部では三段目で全周するものと思われる。埴輪列は、円筒埴輪と朝顔形円筒埴輪が検出され、 公園部では3段に巡らされている。前方部では、基段と3段目に確認されているが、部分的である。1933年、後藤森和良に調査され、1985.86年に、藤岡市教育委員会により範囲確認調査が行われている。1993年に、国の史跡に指定。2009年には12点塚古墳、12点塚、 北古墳が追加指定された。現在周辺を古墳公園として整備する構想が持ち上がっている。2018年4月から2019年5月にかけて群馬県立歴史博物館と早稲田大学により地中レーダー調査が行われ、前方部に新たな埋葬施設があることが判明したほか、140メートルと考えられていた。 噴級長が155メートルであると判明し、築造年代も従来の5世紀前半から少なくとも5世紀諸島にまで遡ることが確実となった。2019年10月、台風19号の大雨の影響で12点塚北古墳の北東分級が5メートル8メートルの範囲にわたり崩落した。公園部分庁1933年に行われた 調査で公園部分長頭端、生端から主体部が一基ずつ検出された。共に縦穴式歴れ規格で砂漁式、壁に瓦石を積み上げて粘土で蓋をした構造をしている。埴輪などの出土品は東京国立博物館所蔵となっている。前方部埋葬施設未調査のため不明。ありがとうございます。